安藤対細谷です。少し時間を使います。ロングスリーリープスリーになってきました。決めた。速いパス回し、安藤対細谷、後ろにウィリアムスティークがついています。その2課に通しましてダブルチームに行っています。ややフェイダーウェイ気味。もう一度安藤中に切れ込んでいってファールはありません。10秒9秒というところ、コーナースリーを打ってくる。これは安藤のシュートタッチが完璧です。さらに細谷もカット、いずれもできませんでした。ニック・ケイのスクリーン、少しスピードのギャップできています。いやしかし安藤は落ち着いてます。追いつくなら今っていう感じなんですけど ね島根がやはり耐えてるというか、はい、非常に粘り強く戦ってますね。スピードを上げるビュフォード、そして安藤、いやこれは中に入ってきた。ここはスピードのミスマッチをついてくる白浜。安藤ちょっとディープスリーの形で、いやこれでも決めた。素晴らしい。よく決めた。ここには隅野が激しくついている。安藤ワンフェイク入れた。そのままフローターで打ってくる。決めた。花丸にどういう風に預けるのか。いや一人で打ってった。安藤スリー決めている。決めている。島根チャンスの時間帯を迎えている。バウンズパス外へ出した。ブランクショット。1点差。6点にはならないかもしれませんが、アシストと言っていいですね。はい、で最後安藤からビュフォード。早く沈めてしまいたい。やはり金丸に入った。スリーを打ってくる。きた。記念すべき史上4人目の。逆に追いついたのが三河。何がどう左右するか分かりません。安藤ここまで当たっている。また沈めた。スリー。いや金丸一つ形にしました。このスリーを打ちました。1分29秒三河はここ止めないと。6秒、そのまま安藤が行く。スクープショットを決めた。すごい。このまま時計が進んでほしい。島根スリーできた。